武刀剣乱舞始まるぞ出番か相分かった右手に歴史書左手にホらない日光一文字ただいま剣山である深入りしようとしても 売るものはないぞ。愛想がないと暇つぶしにもなるまい。任されよう。任された。襲名とあらば即出陣、日光一文字、参る物見を放て、警戒を怠るな。 恨みはないが蜀命である。滅びろ烈迫の気合烈迫の気合お望みのままに。 ほう、臨時収入か。いざ決戦命捨てるぞ <laughs> やるな。はっはは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 よい実によい男をあげるぞ 心配ない滞りなくやってくれ今のうちに直すか直しておかねば滞りが出るか少しは体が軽い。 左手に桜、新入りか完成であるこの感覚かうん参考にしようお,お、うついていけばいいのか 使いこなせばいいのだろう武道の玉のようなものよ。これを使うのかでは、行くとしよう。戦火を報告する。戻ってきたか、報告を聞いてやれ。任務達成である。力を見せる時である。 ブドウの世話ならば、任されよう。こういうことは鳥たちに任せている。ブドウ酒でも仕込むか。自ら範を示すことも大事だということか。主不在の間も俺が守ろう。 就任一周年か。主の未熟は俺が埋めるとしよう。就任二周年。これからも励むことだ。就任三周年。立派なものだな。 就任四周年俺も主にふさわしい刀でなくてはな就任五周年おめでとうこの日を祝おう用事は済んだか 北条家から黒田家へ送られた日光一文字とは俺のことおまけは吾妻鏡と陣外。要は宝物ということである日光一文字ここに我が翼よ来たかおかしろして いかように私だけで本丸の全てに目を配るのは骨が折れるお前はさながら左腕己の思うように動いてくれればいいいずれ翼も揃うだろう<い>に日光の兄貴 ああ、ドラ猫、うん。その様子だとい。いや、俺はしっかりと一文字一家としてそれらしく、ゴロゴロも、ウズウズもしてない、にゃっ <laughs> なるほど。お前は、今まで通りにしていればいい。え とにかく自由に暴れていろ。お、本当に後から閉めたりしない、にゃそうか。ここで丸焼きになりたいかへへへわ、わかったにゃ。 こんなところで飲んでいるとはうん誰かと思えば日光かいいい身分だなお前は俺の身分をよーく知っていると思ったが弟分の顔を拝みに来たらこれだ小言も言いたくなるはっ <laughs> 弟分俺が冗談 そちらがどう思おうが、黒田の刀は皆弟分。俺はそのつもりでいる。おい、もしかして、それ、へし切りにも言ったのか無論。は<ほ>っははははははそりゃ傑作だ。その場に居合わせなかったのが残念だ。お前たちがどう思おうが、弟分として扱い、 そして血を分けた弟のごとく守る。それだけの話だ。